皆さんこんばんは。ようこそ、埼玉アーツセンタープロジェクトへ。今日のプログラムですが水曜日です。日々のですね、生活の中に、アートをということで、私たち埼玉アーツセンタープロジェクトは、2019年の8月からですね、ライフスタイルにアートをということで、活動しています。申し遅れました。私は、プロジェクトのリーダーを務めている浅見と申します。こちらのお手元のですね、冊子に、詳細がございます。埼玉アーツセンタープロジェクトは埼玉国際芸術祭2020で行われた、プロジェクトの中から、市民プロジェクトとして始まりました。そこからですね、昨年度、今年、レガシー事業ということで、このライフスタイルにアートをということで、さまざまなジャンルのアーティストと出会う機会、それから、作品鑑賞、作品制作、そういった機会を作っています。冊子の中でもう終盤になっていまして、今日の水曜日は、パフォーミングアーツ音楽の鑑賞プログラムです。作家のワークショップや、金曜日はレクチャー、そういったプログラムもございますので、ぜひですね、スケジュールに、アートの時間を書き込んでいただければと思います。はい。これまでですね、100ぐらいのプログラムをやっているんですけども、今年のですね、水曜日のプログラムは最後になります。最後のプログラムはすごくまた素敵な時間が、展開されますので、ぜひ最後までお楽しみください。今日の水曜日の内容は、水曜日のプログラムのコーディネートをしている青木さんからちょっと詳細を教えてもらいたいと思います。お願いします。はい。はじめまして、こんばんは、青木と申します。よろしくお願いします。水曜日のコーディネートを担当させていただいています。深呼吸する水曜日ではですね、週の中身、これいつも浅見さんが言ってるやつですね。なんか僕今ちょっとなんかあれですけど、はい。深呼吸する時間を、そうですね、多分皆さん学校行ったり仕事行ったりいろいろあって、多分こちらにいらっしゃってると思うんですが、週の中身に深呼吸する時間を作ろうと、設定されたものです。はい。どうします？先にいつもの浅見さんの深呼吸、はい、時間、ちょっと深呼吸時間を先に、はい、設けたいと思います。はい。はい、本当に、慌ただしいですね、年末にかけてですね、日々の生活すごく忙しいと思うんですけど、この、空間はすごくこう、創造的な活動で、鑑賞をされている皆さんがあってですね、成り立つものなんですね。なので皆さんもぜひこのステージを一緒に時間を作る一員として、ちょっと深呼吸で呼吸を整えて、アーティストとの、時間を楽しんでいただければと思います。じゃあ2回深呼吸します。はい、いきます。はい、吸って、ゆっくり吐きます。はい、もう1回吸って、ゆっくり吐きます。はい、少しずつちょっと奥の方がポカポカしてくると思うんですけど、ありがとうございます。はい、内容をお願いします。はい。本日出演していただく玉井由美さんですが、2020年の先行プロジェクトで一度、その後、芸術祭の本開催中にも、2度目、そして昨年のレガシー事業でも一度出られたので、今回4回目ですね。恒例行事と玉井さんにも言っていただいている、コンサートになります。今日もどうかゆっくり楽しんでいただきたいです。そしてですね、あえて告知はしなかったんですがね、あれと、玉井さん一人じゃないのってここにね、置いてあるものでちょっと感じた方もいらっしゃると思うんですが、そのあたりは後でね、ゆっくりちょっとそのあたりも楽しんでいただけたらと思います。それでは玉井さんをお呼びしたいのですが、いらっしゃるかな、あれあれ、玉井さんっていらっしゃらないのかな。大丈夫かな。あ、いらっしゃいました。はい、では玉井さんの入場ですので、拍手でお迎えください。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。玉井由美と申します。
中指と、人差し指と3本だけ使って左はやります。でも私の曲とても簡単なのでやってみたら3本でも弾けたみたいなのがあんまり変じゃなかった。今日はそんなわけで助っ人に後でご紹介しますが来ていただいている方がいます。前半の20分から30分ぐらいは私が一人で小指を使わずにピアノを弾いて歌を歌います。で、休憩を挟んで、助っ人に登場いただいて続けていこうと思います。グランドピアノすごく嬉しい。初めてこの企画の中ではオルガンを弾かせてもらって、しかもいつももうすぐ潰れるんですよって言われてるのでそうか、ありがとうって言いながら言ったらこんにちはって言う。4月にできたんですね。じゃあ少しずつ深呼吸をしていただけるように、
生きるのをやめようか考えてる日々。
深呼吸する水曜日のみんなも続けてやっちゃったのに、呼吸できてますか？大丈夫。今咳をすると怖がられるんじゃないかと思ってる人がいっぱいいるんじゃないかと思いますけど、大丈夫ですか？しませんけど、人の音がするので。
大丈夫ですか？指の怪我の方は。
タイトップです。あのいやすごくこの可愛いのグランドピアノがいい音がするので、うん、グランドピアノで弾く機会ってなかなかないんですね。しかも調律されてるやつで弾くっていうのは、うん、すごく気持ちがいいのでついつい小指ピョンってこうやってトトトトみたいなダメって言われてる小指をついつされてしまう。そうですね。あとなんかやっぱり指はつながってるんだなっていうのは怪我して思いましたね。だから3つだけなんだけど3つ動かすとやっぱりちょっとじわってしてるよ、はい、だから後半は助っ人に来ていただいてじわって扱いますね、はい、はい、いかがでしたか。ちょっとどうお過ごしでしたか。どうお過ごしどうお過ごしでしたか。ちょっと久しぶり、ちょっと1年ぶりですか。1年ですか。そうですね。ここに出ていた去年は12月だったと思うんですが、今年は11月で、まあ、約1年経ってました。1年何してたんだろう。あ、でも一番一つ大きかったのは、はい、東京 FM というあの FM 放送のラジオの番組を任せていただいて、はい、サステナデイズという番組のパーソナリティを4月から今もやっていて、明日が本番です。でも毎週木曜日の、11時半から1時までやってるんで、はいはい、それが今年は結構大きな変化だったんですかね、うんうん、僕も聞かせてもらいましたが、本当に玉井さんが聞く人に元気になってもらおうってすごい話してるのをすごく感じてさすがだなと。あの曲の中にもたくさんね、はい、本当に周りの人たちへの思いが溢れてる曲がたくさんありますが、もうあの曲の選択はディレクターがやってくださるんですけど、ああのそのね、田辺さんの、田辺さんのこの曲です。喋るとかってこと、田辺さんの普段のさっきの演奏されてる曲も本当にたくさんの周りの方たちへの思いに溢れた曲がたくさんありますし、そのラジオでもその皆さんに元気になってもらおうっていう田辺さんの思いにすごい伝わってくるラジオだなと思いました、はい、そうですね。あのラジオは本当にいろんな方が聴いているという想像力の中でやっているので、まあ、この時代そのどちらかというと私はもうちょっと父にも お金がなくてご飯を食べられない人がちょっと基準になりすぎてはいないかと言われたんですけど、お父様に、はい、もしかしたらおじちゃんも聞いてるかもしれないと思うと、うん、その時にあのなんかご飯の話とかもだから12時を超えるのでご飯の話いつも出るんですけど、うん、なんかあんまりすごいお腹いっぱいとかご飯すごい食べたとかグルメの話とかあんまりしたくなくて、うん、あのそれよりはおじちゃんが今日ご飯食べてるかなっていう心配をしてる私の方を知ってほしいなとか、うん、ああ思ってしまうんですけど、まあ、でも何分あのいろんなことをそのいろんな本当にいろんな人がいるので、うん、いろんな人がいるのですごいラジオ難しいですね。でもいつもあのなんかちょっと しんどいなと思っている人がいることを思い出してほしいなっていう気持ちではやってます。素晴らしいですね。はい、すごく伝わってます。いろいろな方面からそれが伝わってます。はい。じゃあこの辺りちょっと本当はですね、あのこの横に並んでいる楽器の持ち主の、はいはい、リーダーにちょっとねお話を聞けたらと思ったんですが、うん、ちょっと恥ずかしいと思います、はい、そこはちょっとね、あの後で顔を見せていただきますので、じゃあ浅田さん少し参加してもらってもいいですか。田辺さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、毎回あの出ていただくときに、今日4回目でまた本当に会場もそうなんですけど、空気感がすごく違って、あのその玉井さんの今、あの現在こう感じているものがすごくこう音楽とか、あの表現に出ているなというのをすごく思うんですけど、あの最近すごくこうあの感動したこととか、あの何か あれば教えてもらいたいなと思います。最近というか、ここ数日はあの私の
地をめぐる、まあ、今トランスジェンダー週間という11月の13日から1週間あるんですけど、あの今あの本でトランスジェンダー問題っていう本が話題になっているので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、でもそのトランスジェンダーという存在とその日本の社会、まあ、世界というものとのつながりっていうことで、今いろんな人がいろんな話をしていて、あの SNS で見ている中でもあのすごくいろんな人の 傷つき合いを見たりとか、まあ、サポートを見たりとか、そういうことがあって、なんか、あの人ごとではないなというか、でなんかそういう話を見てると、じゃあ私は何なんだろうみたいなこともすごく考えるし、あの性別の話って最近いろいろ出てきていると思うんですけど、まあ、私は女性というふうに生まれてきているけど、本当に女性なのかな、本当に女性だけなのかみたいな、あんまり考えたことなかったことを考え始めたりとか、あとは友達がその一人死んじゃったり、あのお世話になった方がもう一人死んじゃったり、結構今日最後にお届けした「あの世界の裏側」っていう曲は、その死んじゃった友達が死んじゃう前にその息子さんと本人にあのギターで歌いに行った、最後にあの聴いてもらった曲なんですけど、何かそんなこととか、同い年だったわけ私と、だからいつでもそんな風にして日本の世界に生きうるのだなっていうことを思ってたりしていました。すごいその玉井さんのその表現の中では、あのそういった、社会との接点というか、玉井さんの見ているまなざしの接点とこう、あのなんていうか、玉井さんの間がすごく表現のなんか、あの強い、あの優しいような表現のな根っこになっているような気がしていて、今のあのいろんなお話を聞いている中で、そういったなんですか、ネガティブなことと捉えがちなところにも、すごく玉井さんのこの感じ方で、あの表現として、あの今あの出てきているような感じがすごく感じられるんですけど、あのその感動したことって僕がお聞きしたときに、その、まあ、玉井さんからの回答がすごくあの、まあ、一見なんですね、ポジティブな、いわゆるポジティブなそういった、回答っていうのが現れそうなんだけれども、少し玉井さんのその今のお話、2時間お話の中だけれども、すごくこう、どっちともこう判断がつかないけれども、玉井さんがその、見ている社会の、なんていうかな、ものとの関係のお話の中で、あの今の最後の曲もあの話をしていただいたので、とてもなんかそういった、私はずっとこの玉井さんの回を見ている中で、そういうものの実続きの中で何か生まれてくる、そういった玉井さんの表現がすごく素敵だなと思っていて、はい、後半もすごく楽しみだなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですね、いい流れになってたので、じゃあこのまま後半に流れ込む感じでよろしいですか。あれですかね、あのリーダーは玉井さんから呼んでいただく形で、はい、じゃあ、あの今日はあの小指の負傷ということで、小指を休ませるために助っ人に来ていただきました。あの私が参加させてもらってます、しぐさ知らずというバンドのリーダーの小田大輔さんです。よろしくお願いします。拍手をお願いします。
にしてよ。あの子にはきっと心配すると。
心配すると思うから、きっと心配すると思うから、きっと心配すると思うから、yeah.
次は風という作ったりとか、振り込みに行ったりとかする記録がすごい。
うん。